シリアでは、ビサンチン帝国時代に水車が盛んに用いられたようである。この写真はその痕跡を残すハマーの水車。ハマーの水車は、直径が小さいものでも10メートル程度、大きいものでは22メートルほどある。マイクロ水力発電に使われている水車。1556年のデリメタリカに掲載された採掘場で土を地上へ引き上げるための水車水車は、 水のエネルギーを機械的エネルギーに変える回転機械。人類が開発した最も古い原動機といえ、古代から世界のいくつかの地域で利用されており、中世にはヨーロッパで非常に普及した。例えばヨーロッパでは溶水、脱穀、製粉など農業分野で大いに用いられ、鉱物の採掘用の機械動力にも使われた。西アジアや中国でも、 製粉や精米用など様々な用途に用いられた。日本でも平安時代にはすでに使われていたことが分かっている。18世紀後半から19世紀前半に蒸気機関が普及していくにつれ水車の数の増加に歯止めがかかり、さらに19世紀末頃から20世紀冒頭頃にかけて電動機も普及すると水車の利用は減っていった。 しかし現在でも少数ながら世界各地の水流が豊富な地域では現役の機械として利用されている。電力供給のない場所でも動力を確保できる点がメリットとなる。用水用の水車を水汲水車という。様々なタイプがあるが、水車の横につけた容器で水を汲み上げるタイプのものが比較的多い。水力発電に使うウォータータービンウォータータービンのことも日本語では 発電用水車と呼ぶ。近年では温暖化対策の面も持つマイクロ水力発電に多く使われるようになり、水車の利用価値は高まっている。なお、トルクを与えて水流に変えるタイプの機械装置も水車と呼ばれる。電動機などで水車を回転させるものが用水発電などに使われる。紀元前2世紀頃コアジアで、 発明動力機関としての水車は、紀元前2世紀頃に小アジアで発明されたと言われる。古代ローマでの状況古代ローマの技術者、ウィトルウィウスの著作、建築についてでも水車は言及されているが、滅多に使われない機械としており、奴隷労働の豊富な古代ローマ社会においては、一般にあまり普及しなかったようである。中世以降に、普及むしろ文明の中心が地中海沿岸を離れ、 中央、西ヨーロッパに移行した中世以降に、同地域では安定した水量が得られる。土地柄も相まって水車の利用は活発になり、急激に台数が増えた。1086年のイングランドの古文書では、推定人口140万人の同地に5642台の水車があったことが記録されている。動力水車の使用法としては、 それまではもっぱら製粉に限られていたが、十世紀頃からは工業用動力としても使われるようになった。中国中国においては水力原動機らしきものは緩に見られ、宋の時代には水車力を用いて紡績工場さえ作られたようであるが、その後の発展は見られなかった。イスラム圏イスラム圏においても水車が用いられ、農業に用いられ、製粉も行われた。 ヨーロッパのように工業用原動力として使用されることはなかった。なお、イスラム圏においては、ハマーの水車が有名であり、大規模な17機の農地管外用水車群が現在でも残り観光名所となっている。日本での歴史富岳36系の怨念の水車。江戸の穏やか田川に架か,かる水車を描いたもの。富岳36系は、江戸時代、 1830年代の名所絵集であるが、当時、穏やか田川にはいくつか水車が設置されていたという。復元された、朝倉用水車日本では、日本初期において、水湖18年高栗から来た総鈍長が、天外という水車で動く薄を作ったと言われ、平安時代の天朝6年、吉峰の安世が、諸国に観外用水車を作らせたとある。鎌倉時代の鶴鶴れれ草には、 宇治川沿いの住民が水車を作る話がある。室町時代、15世紀に日本へ来た朝鮮通信誌の牧水星は、日本の農村に水揚げ水車があることに驚き、製造法を調査し本国に報告したことが、朝鮮王朝実録に記述されており、江戸時代の11回朝鮮通信誌においても、同様に日本の水車の普及に驚いたことが記述されている。 動力水車の本格的な使用は江戸時代になってからと言われている。白米を食する習慣の広がりとともに、精米、穀物製粉のために使用されたが、江戸時代後期には工業的原動力としても部分的に使用された。水車を利用した製粉運業は水車稼ぎと呼ばれ、水車稼ぎに利用される用水は主に農業用水であった。これらの水車は水車を覆う。 外装部品がないため効率が低いものであった。そのため第二次世界大戦後には電動機や内燃機関の普及により日本国内では衰退したが観光資源もしくは農業目的にて利用されている。逆に水車を覆う外装部品がある水車は効率が90%前後と高い。このため発電用水車として独自に発展していった。日本では現代でも 木製の水車を作成する大工がいる。古典的な水車の英語での分類は、以下の通り水力発電用の水車の分類、反動水車と衝動水車に大分類できる、圧力水筒のすべてを速度水筒に変えずに、圧力を保ったまま流水の反動力によって、水車を回転させる。水車から排水口までを水出し管でつなぎ水で満たす、ことによりこの高低差も利用できる。 理論的には、水出し管の長さは、大気圧相当の10メートル以下となる。半導水車には、フランシス水車、カプラン水車、車流水車などがある。高落差、小流量の水車発電所に向いている。羽に衝突した流水は、自然落下させる。衝動水車には、ペルトン水車、ターゴインパルス水車などがある。ありがとうございます。